今レフト側のスタンドにいるんですが、ご覧ください、えー、高さ30メートル、幅120メートルの巨大な幕などが設置されました今日札幌ドームでお披露目された新モードとは、一塁側から三塁側にかけて、長さおよそ260メートルにわたり、布状の黒い膜で仕切った会場です。 観客席などを仕切ることで収容人数を1万5000人から2万人規模に縮小したイベントの開催が可能となっています改修工事費は関連経費を含めおよそ6億円です札幌市ではこの新たな会場の活用方法で移転した北海道日本ハムファイターズが開催していた年間およそ70試合分を埋めたい考えです